はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。実はなんと本日登録者が3000人になりました。ありがとうございます。本当にねこの10月から始めたんですけども、10、11、12、12ですか、約5ヶ月間でね本当にたくさんの方に見ていただけるようになりました。これからもですねあなたが囲碁を楽しむね一つの時間になったりとか、まあ上達したいなと思っている方はぜひね上達の何かきっかけになれば嬉しいかなというふうに思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではねすいません前置き長くなってしまいましたけどもね、今回は、一見高がかりにどうするのということでやっていきたいと思います。このね一見高がかりっていうのは実は結論から言うとあまりいい手ではないんです。実は少し甘い手になります。なのでただね碁ってどんな時もじゃあ必ず甘いかっていうともちろんそういうことではなくて、いい手になる時ももちろんあるんですけど大抵の場合はかなり甘い手になってしまうよということで、やっていきたいと思います。結構ですね私の碁会所なんかで見ててもそうは言ってもね使う方もいるんですよ。まあ小目に一見高がかりがあるから星でも別にね一見高がかりしてもいいんじゃないかということでね打たれる方も多分多いと思うんですけども、ですね実はこの手はですねまあ黒はまあ受ける当然かかられたんでね受けようかな挟もうかなって悩むと思うんですけど、基本的に受けとけばこの白の手っていうのは甘いことが多いです。はい、なんでかって言いますとやはり桂馬がかりですとこのね桂馬のかかりですよね。こっちのかかりだとやっぱり後かまあすぐか分かんないですけども、この三々がやっぱりね非常に強烈な狙いになるんですよ。ですけども一見高がかりの場合はですねここの三々この手がちょっと打ちにくいんですよね。なんでかと言いますと押さえて、まあ、隅で生きようと思うとこうやって羽継ぎ打たないといけないんですけど、この時に駆け継がれてこの形がですねやはりちょうど駆け継ぎでいい形なんですよ。でこの白がやっぱね動きにくいんですよね。まあ例えば白がこんな風に生きるぐらいですけども、まあこの後ねどっか、もう手を抜いてどっか行っちゃってもいいし、場合によってはこんな風にね開きぐらいどっかこの辺りね打っといてもいいんですけども、ここの1個の活力が非常にないんですね。でこれが桂馬のかかりですよね。ここの桂馬のかかりの場合はですね、まあこうやって跳ねついた時にまあ、形を見てもわかるんですけど、一応黒が空き三角になってますよね。さっき駆け継ぎでいい格好だったんですけど、今度ね空き三角にもなってますし、この形ですと、まあ、例えば黒が開いたりした時もやっぱこの動き出しって常にうるさいんですよ。抑え込みね、はい、すると割ったられたくないよと思えば下がるんですけども、こんな風に飛んどいてね、まあ、どっちがもう弱いか強いかもよくわかんないような感じにすぐなりますよね。なので、まあ、どんな定石のこのハサミの位置でもねやっぱこの抑え込みが強烈な狙いなんです。まあ、これは逆に言えば白は絶対狙っておかなければいけないところなんですけども、はい、一見高がかりですとねそれがちょっとできないんですよね。どうしてもこう、まあ、もちろん逃げようと思えば逃げれるんですよ。例えばこんなとこに、ね、黒来て逃げようと思えばこんなこうやってね簡単に逃げられるんですよ。ですけどもに今度はですね黒は例えばこういうふうにつながってるような形になると逃げるだけなんですね。さっきはどっちが強いか弱いかわからないよって言ったんですけど、今度はただ白が逃げるだけなんです。当然逃げるということは追いかけられて他で得をされてしまうんですよね。攻められながら他で陣地を作られちゃう、ここを荒らした分すぐ他でねできてしまいますから、 なかなかこの白がね逃げようと思った時に逃げ方が難しいですから、三々に入る手がほとんど狙えないので白としてはまあつけるぐらいが相場になるんですけども、となると黒がね自然とこうやって隅を地にすることができますね。はい、まあ、ここは切られてもね当然取ることできますから怖くないですよね。はい、なのでまあこのように開きぐらい打っといて、ものすごい白が悪いわけでもないんですけど、ただ基本的にはちょっと甘い、隅の地がね黒地になりますから、黒としてはこれでも全く不満がないと思っておいてください。はい、なのでまずその知識が大事ですね。これ知らないとやっぱ堂々とこういうの打てないですから、はい、で逆に言えばこれ9でも段でも知らないと難しいし、知っていれば簡単なんですね。はい、なので、ぜひこれで黒が不満がないよっていうね、感覚知識っていうものを身につけていただければいいかなと。でやっぱかかられたらね挟みたくなる人もね当然いると思うんですよ。ですけどもここ両掛かりできれば結構白としても、まあ、不満はないかなと。両掛かりね、桂馬の両掛かりもありますけど、この一見の両掛かりってかなり厳しいんですよ、星への。はい、まあ、狭間をこう出たくなるんですけど、その時に三々が結構ぴったりな手になりまして、押さえてもこちら張ってね、これで隅を取りつつぐっとね4線にこう位を高くできますから、でかつもちろんこの石だってまだねちょっとうるさいですからね結構。なのでこの形になれば逆に白が不満がないという展開ですね。はい、
ですので、黒としてはですね、まあ、ハサむよりも黙って受けておいて、まあ、なかなか白はこの手をいい手にしきれないよということになります。はい、ですのでね、一間がかり、高がかりね、使われたら、堂々とね、受ける手を打てばいいかなと思います。はい、ということで、まあ一見高かり、これで恐れずに、向かっていけるんじゃないかなと思います。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ね、いろいろな、皆さんね、役に立つような動画、作っておりますので、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。